秋風の爽やかな、ここ大阪府吹田市にありますエキスポフラッシュフィールドです。全国のアメリカンフットボールファンの皆さん、こんにちは。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグレギュラーシーズンも第4節を迎えております。本日行われます第2試合、パナソニックインパルス対アサヒビールシルバースターの試合は間もなく開始となります。この番組は日本社会人アメリカンフットボール協会の制作著作で放送しております。実況は私石井真由美、そして解説には山崎博史さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日の第4節のこの試合、まもなく始まるところなんですが、山崎さんは元関学の OB でいらっしゃるということで。はい、そうですね。はい、もうね、かなりのベテランさんでいらっしゃいますけれども。もう過去の人間ですから。いえ、まあね、長くアメフトに携わってきたということもありまして、いろいろとアメフトの楽しいお話をお聞かせいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ここまでの対戦をちょっと振り返ってみたいと思いますが、メインスタンド側に陣取っております青のユニフォームパナソニックインパルス、ここまで第3節を終えまして3勝ということで、第1節がエレコム神戸ファイニーズに21対14、そして第2節はアサヒ飲料クラブチャレンジャーズに19対12、そして3節目アズワンブラックイーグルスと97対6という大差で勝利をしております。対しますバックスタンド側に位置しておりますのはアサヒビールシルバースター、ここまでは、第3節を終えまして1勝2敗、第1節は電通キャタピラーズを20対8で破っておりますが、その後の第2節は、富士通に7対48、そして IBM に23対31と、勝利をつかむことはできませんでした。さあ、今回はまあ伝統のチームと言ってもいいんじゃないでしょうか、パナソニック対アサヒビールの試合となります。山崎さんはね、監督経験があるということで、京都産業大学の監督と、はい、そしてアサヒ飲料チャレンジャーズの前身のチームに、そうですね、当時はワイルドジョーというニックネームだったんですけどね、はいはい、の監督を経験されているということで、今日はいろいろと教えていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。さあ、フィールドには入場のセレモニーが始まるようでございますけれども、どちらもね、今日はチアが駆けつけておりますので華やかな入場となるんじゃないでしょうか。もうね、山崎さんがそのこちらの X リーグというか、昔はそういう名前ではなかったと思いますけども、アサヒ飲料のその前のクラブ場ですか、はい、の時っていうのはこんな感じの華やかさっていうのはあったんでしょうか。いや、ありましたですよ。はい、チアリーダーもいましたね。はい、はい、さあ、まずはチアリーダー、両チームのチアリーダーが入場しております。このね、X リーグの魅力っていうのはこのチアリーダーとかがね、こう盛り上げてくれるところにもありますからね、学生にはない華やかさがありますからね、来ているお客さんも楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。今日はやはりあれですね、祝日ということもあって、3連休の真ん中ということもあって、たくさんの方がいらしているようですね。そうですね。先ほどからね、スタンドでは応援の練習もされておりまして、大変にぎやかになっております。さあ、いよいよ選手の入場となります。まずはバックスタンド側のアサヒビールシルバースターの入場です。さあ、大阪に乗り込んでの一戦、どのような試合展開をしてくださるんでしょうか。チームを牽引しておりますヘッドコーチは有馬隼人さんです。まあ、試合前の練習を見る限りは、その移動してきた疲れは感じられないように見えたんですけどね、うん、はい、いい動きをしているように思いましたけど、はい、さあ、そして続いてはメインスタンド側、青のユニフォーム、地元パナソニックインパルスですね。
チームのフラッグを持ってますのがキャプテン辻敦史選手、そして選手入場です。パナソニックインパルスチームを指揮しますのは監督は荒木信義監督。パナソニックの方はね、第一節は見させてもらったんですけど、はい、仕上がりはちょっと遅れてるなという感じだったんですけどね、はい、この仕上げ感を見ますと第3節ではアズワンに、ね、大量得点してますん で、はい、やっぱり仕上がりというか徐々に良くなってきてるんでしょうね。そうですね、去年はX リーグのレギュラーシーズンスーパーナインでは1位だったパナソニックだったので、今年も序盤から大爆発するのかなと思ったらちょっとね、最初あらっていう場面もありましたからね、はいはい、その、ね、試合の解説を山崎さんがしていただいてたということですけれども、ね、はい、優勝を狙うようなチームはどうしてもシーズンの後半にトップに持っていこうとしますんでね、はい、はい、まあ初戦こんなもんかなという気はしました。そうですね、ちゃんと計画をしてというか、はい、標準を合わせていくんですね。そうですね、そうですね、勝ち進めばお正月までですものね、はい、最後に勝ち進めばね、はいはい、さあ X リーグレギュラーシーズン第4節パナソニックインパルス対アサヒビールシルバースターの試合がいよいよ始まります。審判団がフィールド中央に歩いていきます。さあこれよりキャプテン、バイスキャプテンによりますコイントスが行われます。ただいまより NFA 日本社会人アメリカフットボール協会さあね、パナソニックも今まで3勝しているとはいえ、やはりこの第4節から折り返しのようになっていきますからね、ここからがまた勝負の時かなと思いますし、そうですね、はい、アサヒビールはね、ちょっとこの2節3節がやはり強豪の富士通と IBM という対戦だったので、はい、ここでちょっとまた気合を入れ直してというところでしょうかね。そうですね、今日は気合入れられてるでしょうね、多分ね。そうでしょうね、はい、さあコイントスはパナソニックが取りまして、パナソニックインパルスレシーブ、そのままレシーブを選択しましたね。ということで前半戦はアサヒビールシルバースターのキックオフで試合開始となります。さあこの試合は、1クォーター12分で行われます。まあね、こう交流というかこういう関西側と関東側、まあ、イースト、ウエスト、そしてセントラルとあるわけですけれども、やはりね、いろんなところで選手が活躍してますので、先ほどもバックスタンドには関西出身の選手の垂れ幕なんかも出ておりまして、地元の凱旋みたいにもなってるんでしょうね。あ、そうですね、はい、そういうのは多いと思います ね、きっとね、お父様お母様なんかも嬉しいんじゃないでしょうかね、はい。さあアサヒビールシルバースターのキックオフで試合を行われます。キッカーは1番の飯島義則選手ですね。この最初 のパナソニックの攻撃はちょっと興味ありますね。要は第1節はね、何度も言いますけどあんまり調子良くなかったもんでね、はい、どれくらい良くなっているのかゆっくり見てみたいですね。さあ今試合開始、これを12番バンゼドワイス選手がリターン抜けましたね。かなりのリターン、30ヤード以上リターンしたでしょうか ね、素晴らしいリターン。背番号12番のバーンズ・エドワード選手のリターン、もうや敵陣に入るかというぐらいのリターンでしたね。これはもう得点、タッチダウンするチャンスですね。本当ですね、はい、
ということで攻撃がリターンした地点自陣47ヤードから始まるということです。さあどんな攻撃を見せるんでしょうか。パナソニックインパルス、コーダーバックはアンダーソン・ベンジャミン選手。まずはパス、短いパスでしたがこれは不成功。まあ、あの狙いはものすごい良かったと思いますね、はい、ただあの今のパスがね少し長くなって脇が開くようなパスだったですからね、あのレシーバーとしてはああいうのは怖いんですよ。あ、そうなんですか。ああいうクイックパスは受けた後すぐタックルされますからね。あ、はい、こう脇腹にタックルされるとねちょっと答えるもんで、あ、うってくるやつですね、はい、胸に放り込んであげる方がいいと思いますね、はい、セカンドダウンの攻撃です。さあまた短いパスでしたがこれは取っておりますね。パス成功です。ワイドレシーバー15番トンカ達也選手へのパスが成功。いいパスでしたね、はい、このクォーターバックですけど、ね、現在まだ3節終わってですけども、あのラッシングヤードでもすごいんですよこの選手は。ラッシングヤードでも2位、もちろんパッシングでも4位に入ってるんですけれども、はい、はい。さあサードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り5ヤードほど。長いパスですがこれは不成功。なんかあまりレシーバーが反応したように見えなかったんですが、ね、何かこう読み違えたんですかね。22番と、ね、89番もちょっと見合わせるような、はい、感じもありましたけれども、さあパスが不成功でしたのでボールは元の位置に戻されます。攻撃チームには4回の攻撃権が与えられておりまして、4回目の攻撃となります。もったいないですね。もったいないですね、はい、あ、これはトリックプレーが出ましたね、はい、パントと見せかけて、はい、ギャンブルが成功しております。パントするかと思ったんですけれども途中でボールをカットしまして、そして、ワイドレシーバー2番岸本選手へのパスでフォースダウンギャンブルが成功、はい、いきなり見せてくれますね、はい、ということで攻撃権は引き続きパナソニックインパルス、敵陣38ヤード付近から新たにファースダウン10の攻撃です。やはりいろいろやってきますね、うん、パナソニックは。そうですね、今はちょっと意外でしたね、はい、あっさり攻撃権を渡すかと思いきや、うん、さあ長いパスが出てこれはね、タッチダウン、パナソニックインパルスタッチダウンです。あ、いいですね。ワイドレシーバー89番小山泰治選手へのパス。いや、投げるのもすごいですけど今の小山選手がよく取りましたね、はい、もうあのボールがねゴールを超えればタッチダウンになりますので、はい、キャッチをした手がゴールを超えたということでタッチダウン、パナソニックインパルス6点を先制してこれよりトライ4ポイントです。キックが成功しました。タッチダウンの後のボーナス点、エキストラポイントさらに1点を追加、キッカーは16番佐伯慎太郎選手。これにより7点を先制していますパナソニックインパルス。いやー、あっさり、あら、ファーストダウン獲得できないのかしらなんて思ったところから、第一節でもそうだったんですけど、サーダンコンバージョンがもう全然ダメだったんですよ。あ、そうですか。インパルスはね、はい、だから変わってないなと思ったんですけど、うん、それを今のトリックプレーでうまく切り抜きました ね、 ねえ、ベンチのムードも良くなると思いますね。でまた落ち着いてますね、はい、慌てることなくしっかりと決めるところで決めてくるパナソニックインパルス。さあこのパナソニックインパルスのキックオフで試合再開です。キッカーは16番佐伯慎太郎選手。さあこれを戻しますね、シルバースターズリターナー33番山脇選手が5ヤードほどリターンをしたでしょうか。さあ今度は朝日ビールシルバースターの攻撃ですね。シルバースターはちょっと最近見てないんでね、ちょっと楽しみですね、どういう
オフェンスなのかというのをね、はい、ただあのフィールドポジションがちょっと悪いですね、14ヤードからですからね、ここからドライブしてタッチダウンする確率はものすごく低いです。はい、クォーターバックは12番鈴木孝文選手。まずは持たせて左のオープン、今はランニングバック29番の、ジョナ・ホッジ選手がボールを持ったようですが、これはでもやっぱりインパルスの選手ディフェンスの集まり良かったですね。そうですね、あのディフェンスエンドの選手はもうやっぱり基本に忠実にしっかりとあのオープンを割って待ってましたね。はい、ただのプレーでは2ヤードほどロスをしております。セカンドダウンの攻撃に変わります。さあ今度はパス、短いパスですがこれは不成功、パスインコンプリート、ちょっと低かったですね。そうですね、今のパス。ただこういう短いパスはもう確実に決めていかないと、あ、しんどいですよ、オフェンスもうこれサーダウン、そうですね、もうサーダウンですからね、11ですからね、はい、さあサードダウンの攻撃、クォーターバックは12番鈴木孝文選手、法政大学出身の選手です。さあ今度はあーっと捕まった、 QB サックです。パナソニックインパルスジョーンズ・カールトン選手の QB サック、あービッグプレーですね、ビッグプレーですね、6ヤード7ヤードぐらいロスをしてますでしょうか。ということでアサヒビールシルバースターはフォースダウン、またでもちょっと蹴りづらいところですね、パントもね、かなりエンドゾーンの後ろの方ですけれども、なんとか蹴り出してリターンするかというところでしたけれども、元デイビッド選手がリターン、ここで攻守交代となります。やはりあのぐらい深いところからのパントだと、もうなかなか思いっきり蹴ることって難しいでしょうね。まあ、あのパンターやったことはないんですけども、はい、あのプレッシャー感じるでしょうね。あのスナッパーの人もプレッシャー感じるでしょうからね。そうですよね、はい、距離も、ね、取れないでしょうし、そうですね、さあ逆にパナソニックインパルスはまたいいポジションからのこれチャンスですね、はい、さあ今度はあっとファンブル、そしてそのままキャッチしたのがアサヒビールシルバースター99番松尾義郎選手。あチャンスですって言った途端に、今のはね、あの、はい、オプションなんですよ、あのいわゆるギブするか自分、はい、抜いて自分でキープするか、QB がね、クォーターバックがね、はいはい、それをランニングバックがちょっと持って無理に持っていこうとしたかもわからないですね。QB は抜きたかったんですけど、ランニングバックは自分が持って走れるもんだと思ってもう握ってしまったかもわからないですね。こぼれたっていうよりもなんかちょっと弾かれた感じでしたもんね、はい、ということで攻撃権はアサヒビールシルバースターに変わっています。自陣35ヤード付近からの攻撃です。さあチャンスが巡ってきました、はい、これを生かさないとね、はい、さあ QB が自ら左へとランプレー、5ヤードほどゲインをしてますでしょうか。クォーターバック12番鈴木孝文選手、なんかやっぱりこういうチャンスが巡ってくると選手も気持ちが、はい、そうですね、ね、上がってくるでしょうね。今まで見る限りではあのシルバースターの方はランニングバックが盛んにこうすれ違うんですかね、はい、T フォーメーションみたいな動きをしますんで、うん、インパルスはそれにあの騙されないことですね。あ、さあセカンドダウンの攻撃です。今度は29番に持たせた中央のランプレー、29番ランニングバックジョナ・ホッジス選手、この選手も今年から入った選手なんですが、もうかなりいいラッシングをしておりますけれどもね。さあ、しかしゲインは2ヤードということでサードダウン残り3ヤード、
これを決めることですね。決めないと続かないですよ。そうですね、はい、なんとかファーストダウン獲得したいところ。右へのパスは成功してファーストダウンも獲得しています。パス成功です。ワイドレシーバー83番林雄太選手へのパスが決まりました。そうですよね、これが決まってファーストダウン獲得するとしないでは気持ち全然違いますもんね。そうですね、これでこのシリーズでもし何かがあってパンと蹴るようなことがあってもいい位置から守れますからね。そうですね、そういうことの積み重ねですからね。さあ、朝日ビルシルバースター敵陣に入りまして、敵陣49ヤードから新たにファースト点です。コタバックは12番鈴木選手。今度は11番の選手にボールを待たせて左のオープンに出れない。タックルを受けました。セイビルシルバースターズ、シルバースターの攻撃でしたけれども、パナソニックインパルスディフェンスバック24番竹内選手のタックル。ディフェンスエンドがよく残ってたのと、でコーナーバックの上がりが早かったですね。早かったですね、はい、大きく左へは展開してたんですけれどもね。朝日ビールもまあランニングプレーに関しては今みたいな感じで左右振っておいて、それでフォーメーションを広げた上で真ん中を今度球についていこうというあのプランだとは思いますね。あのシルバースターの方は、はい、まだね、始まったばっかりとはいえ、確かになんか朝日ビルシルバースターの方がランとパスとすごくいろんなバリエーションがあるような気がしますね、はい、そうですね。今日は気温はそれほど高くはないんですけれども、ちょっとなんか蒸し暑い気温なので ね、 でね、はい、ちょっと選手の皆さんはお疲れが出やすいかもしれないですけれども、はいはい、ここからは見えないですけど、まあ、汗の量が多いかもわからないですね。そうですね。今負傷した選手が、保護するためのレフリータイムアウトが取られておりました。さあ、ちょっとここで仕切り直しという感じ で、朝日ビールシルバースター、先ほど5ヤードほどロスをしておりますので、うん、セカンドダウン15ヤードぐらいでしょうか。しんどいですね。7、8ヤードは最低7、8ヤードは返さないと。あ、QB が、あ、ちょうど7、8ヤード返しました聞こえたんでしょうかね、山崎さんの声がコタバックが自らボールをキープしまして、そうですね、7ヤード。そうですね。まあ、それでもサードもあの長いですからね。はい。ここもまた大切ですよ ね、 ね。ここでまだあと8ヤード残っていますので、サードダウンの攻撃でなんとか8ヤード以上返せるでしょうか。パスの構えからスクランブル。おっと、これはどうでしょう。ファーストダウン獲得届いたかどうかというところ。ギリギリですね。ギリギリですね。ただ取れてなかったとしてもフォースダウンでいくんじゃないですか。ギャンブルするんじゃないですかね。いません、行ってないですね、はい、1ヤード足りていません。ここでウォーターブレイクですね。はい、あとちょっとだとですけどね、はい、しかし行くんじゃないですか。プレーするって言ってないと思いますね、はい、コーターバック残っていますからね、中にね。あ、そうですね、うん、12番の選手ね、鈴木選手が残っています、はい、やはりね、見てる側としてはここでやっぱりギャンブルしてもらうとよーっていう気持ちになりますからね。はい、でもランニングマークの29番がまたこう入ったんじゃないですかね、さっき。ジョナ・ホッジス選手ですね、はい、今までね、いい流れで来てますからね、はい、あ、そうですね、プレーのようですね、ランニングマークは4番の浜田選手がついているようですね。そうですね、
さあフォースダンの攻撃、ファーストダウン取れるかどうか。浜田選手にボールを持たせてダイブ、これはどうでしょう、行ったようには見えましたけれども、ね、見えましたね。レフリーのシグナルが今、まあ、ちょっと右手が上がったので行ったのかなと思ったんですけど、これはメジャーしますか。メジャーですかね。レフリータイムアウト。今のファーストダウン獲得したかどうかメジャーをするようですね。今チェーンクルーがフィールドに入ってきました。ボールの先端が少しでも出てればいいんですよね、はい、生きてるんじゃないですかね。チェーンを引っ張っていってますね、ファーストダウン獲得です。アサヒビールシルバースターファーストダウンを獲得して新たに4回の攻撃権を得ています。さあこれも大きいですね。そうですね、うん、まあ、これ少し面白くなりましたよね。はい、ということでアサヒビールシルバースター敵陣39ヤードから新たな攻撃が開始されます。ランニングバックジョナ・ホッジス選手入りましたね。はい、さあここからその今ワンバウンドしたように見えました。そうですね、ワンバウンドですね、はいはい、あの一人残ったバックスがもう出ていって、うん、エンプティー空っぽになりましたよね、で彼にスクリーンを投げたんですけどね、はい、あ後ろパスになってしまったんですね。バイパスだったらパス不成功で元の位置にボールが残ってるんですが、はい、後ろパスだったのでロスになってしまいますね。かなり7ヤードぐらいロスしてますね。そうですね、せっかくギャンブルして取ったファーストダウンだったんですけど、うん、セカンドロング、ジョナ・ホッジ選手にボールを持たせましたが、これはディフェンス反応早いですね。早いですね。あのインパルスのあのタックルからオープンは少し分厚いですね。なかなかあの手強いですね。なんかこう体もラインの選手だけでも一回りぐらいずつ大きいような気がしますね、はいはい、さあサフビルシルバースターサードダウンの攻撃に変わります。さあ長いですね、どういきましょう。パターバックパスの構え、ターゲットが見つからない。あーすごいプレッシャー、これはもう仕方ないですね、はい、パスインコンプリートです、パスは不成功。パナソニックインパルス94番アーナ・エロン・ジェイソン選手のプレッシャーすごい、体でかいです、ね、このプレッシャーは1試合ずっとこの継続して続くでしょうね。ということは長いパス、はい、遅いパスは投げられないということですからね。コツコツとあのやっぱり小さいプレーを積み重ねていかないとダメですね。そのためにやっぱりこのキッキングで常にフィールドポジションをキープするいうことが大切でしょうね。このパントもなるべく深く深くということ、フェアキャッチですね、ここでアサヒビールシルバースターはパントにより攻撃権放棄、攻撃権はパナソニックに変わります。いい流れで来てたんですけれども、そうですね、ファーストダウンを獲得することができませんでした。まあ、早く1本返すべきですね。そうですね、はい、パナソニックインパルスファーストダウンの攻撃、ランニングバックがボールを持って、いやこれはでもいいディフェンスシルバースター。パナソニックインパルスはランニングバック33番横田選手のランでした。そうですね、いいディフェンスですね、はい、あのファーストダウン10ではもう最低4ヤード取りましょうというのが鉄則なんですけど、1.5 ヤードぐらいしか取れてないですからね、はい、いいディフェンスでした。さあセカンドダウンの攻撃です。パスが通って中央へのパスそのままラウンターキャッチによりかなりのゲインです。ワイドレシーバー89番小山選手へのパスが成功。
レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、視聴者のためのタイムアウト。今は綺麗なパスが出ましたね。そうですね、ナイスキャッチ、ナイスランですね、はい、レシーブした89番小山選手は山崎さんの後輩ですよ。関西出身ですね。パナソニックインパルス、今のパスプレーでもう一気に36ヤード、相手陣、敵陣36、5ヤード付近までゲインをいたしました。あ、中央にこうパス決められるとしんどいですね、うん、はい、もう今すんでしたもんね。そうです、できるだけも外に外に投げさせるようにすべきですね。さあ、見事にパスが決まってパナソニックインパルス敵陣35ヤードまでゲインをしています。クォーターバックのアンダーソン・ベンジャミン選手もなんかこう火がついてきたって感じがしますね。彼自身も走り出したらすごいですからね。そうですね、さあレフリータイムアウトが解けまして、パナソニックインパルス新たにファーストダウン10の攻撃です。短いパス、ワイドレシーバー2番岸本翔平選手へのパスが通りました。パナソニックインパルス5ヤードゲイン。これも綺麗なパスですね。あのちょうど胸の位置に、胸の高さでしたからね、レシーバーは取りやすいですね。なんか外国人選手と日本人選手の QB のこう球の弾道が違うって聞いたことあるんですけど、やっぱり上半身は強いですからね彼ら。上半身が、はい、あ、抜けました。このままエンドゾーンへタッチダウン。パナソニックインパルスランニングバック33番横田選手、速かったですね、抜け出しが。横田選手はこのウエストの方でですね、 X リーグウエストでは今のところラッシングが1位なんですけど、また今日その記録を伸ばしそうですね。密集に強いですね。あ、詰まっているところを抜けるのが、はい、うん、さあこの後はトライフォーポイントです。キックが成功すれば1点が追加しますが、キック成功。キッカー16番佐伯慎太郎選手、佐伯兄弟の弟さんのキックが成功しました。パナソニックインパルス合計14点。早いですね展開が。そうですね、点を取るのに あまり時間かけないですね。そうですね、まもなくあと1分41秒で第一クォーターが終わろうとしてますが、朝日ビールシルバースターの方がなんかずっとこうボールを持ってる気がするんですが、もうすでにパナソニックが2つポイント、2つタッチダウンを取ったということですね。そうですね、おっしゃる通り、ボール持ってる時間から言えばこのホワイトのシルバースターの方が長いんじゃないですかね。佐伯選手のキックオフで試合再開です。なんとかね、アサヒビールシルバースターの方も返したいところですが、エンドゾーン内からのリターンでしたが、ここは13ヤードほどリターンしたところで止められてしまっていますね。アサヒビールシルバースターリターナーは33番山脇選手でした。これも悪いフィールドポジションですね。ちょっともうちょっと行きたいところでしたね。アサビールシルバースターは自陣14ヤードからのファーストダウン10の攻撃。さあパスは成功していますが、あ、
成功してますね、大丈夫です ね、 そうですね、はい、取った後にエンドゾーンでということです、ね、ですからシルバスターの方は、はい、ああいうふうに外のパスしか今聞いてないんですよね。先ほどインパルス の、 あのナイスキャッチナイスランがあったのは、はい、こうミドルのパスでしたからね、ああいうパスを通されるとしんどいですね。ですから今 の、 あのパスはまあ短いですけども、はい、あのインパルスのディフェンスがいいということですよ。そうなんですね、はい、先ほど 1ヤードぐらいしかゲインができませんでした。アサビールシルバスさんにセカンドダウンの攻撃、ここは捕まってしまった、ね、盛んにこうランニングバックを交差させてそのゲインワークしようとしてるんですけどね、はい、タックルをしたのはパナソニックインパルス99番ディフェンスラインのイグエケリー翔一選手、5ヤード近くロスをしてますね。なかなか前に出れないアサヒビルシルバスターですが、サードダウンの攻撃です。キュビが自らボールを持って、これは抜けた、いいランプレーになりました。クォーターバック12番、ね、はい、鈴木選手ファーストダウンを獲得しています。今あのインパルスの方の真ん中のディフェンスラインの選手が、はい、少しあのラッシングのこうラッシュするレーンを変えたんですよね。ちょっとこうスイム言うんですか、昔のスイムみたいなテクニックで、はい、ちょっと横へずれたんですけど、そこを突かれましたね。それを見てたってことですね。見てたのか偶然に走ったのかちょっとこれ分からなかったですけどね、はい、でもいいランになりました。ファーストダウン獲得しております。アサヒビールシルバースター、新たにファーストダウン10の攻撃。さあクォーターバックドロップアップして、あーっとこれは弾かれた。パナソニックインパルス92番のディフェンスライン、有村選手、うまいこと後ろから叩いてきまして、パスが不成功。インパルスのディフェンスラインは非常に忠実ですね、パスにもランにもね。今のでも後ろからなんですけど、はい、まあ、よくアメリカで言われるのはクォーターバックは頭の後ろにも目を持てとか言わ、そういうふうなことを言うコーチがいるんですよね。後ろから来るラッシュされることも多いからと、はい、今のは典型的な例ですよね。後ろからで、ね、来てましたもんね、はい、さあパスは通っています。ワイドレシーバー82番渡辺選手へのパス、6ヤードほどゲインをしているでしょうか。ここで第1クォーターの終了です。第1クォーター終わりまして、パナソニックインパルスが14点のリード。さあ第1クォーター終わりました。そうですね、あのまだあの時間は十分にあるんですけど、私がシルバスターにもしこう言うことがあるとしたら、はい、3本のリードは許したらあかんよということですね。もうここまでにしておけよというところですね、はい、それはもう3本リードされるともう後半になると しんどいですから。あ、ね、あの決して悪くはないんですけどね、はい、見た感じでは。だから今も今度サーダン4ヤード半ぐらいこう残ってるんですけど、このサーダンコンバージョンがねどんだけ決まるかですね、はい、うーん、こうランニングプレーではもう取れそうな距離ではないですよね。その今日のちょっと長い、はい、あ、今日の様子を見てということですね、はい、でこのクイックパスしかないということになりますけど、うん、まあインパルスのディフェンスもその辺は読んでるでしょうし、はい、これより第2クォーター、そうですね、レシーバーが今右に3人と思ってましたけども1人動いてきましたさあこのサードダウンの攻撃ですが、クォーターバックですね、これは行きました。ファーストダウン獲得、ね、まあ、かろうじてあの効果があるんで聞いてるのは今のクォーターバックのキープですね。そうですね、先ほどもいいランがありましたからね、
さあファーストダウン獲得しましたアサヒビールシルバースター。自陣42ヤード3打ヤードぐらいからですね、新たにファーストダウン10の攻撃。今度は左へのオープンプレー、ワイドレシーバー83番林雄太選手のランプレー。これは6ヤードですね、6ヤードほど減用したでしょうか、はい、足早いですね今の、早いですね、インパルス の、 12番も割り込んでプレーを遅れさせようとしたんですけど、それをかいくぐってきましたね、スピードでいきましたね。セカンドダウンの攻撃です。今度はあっとパスでしたが、これはパナソニックの3番ディフェンスバック秋山選手パスカットしてたんでしょうかね。そうしましたね、後ろから反則にならないように。うまいですね、はい、ちゃんとボールに行ってますね、はい、ゾーンだと思うんですけど、今のマンツーマンみたいに、非常に早かったですね。さあサードダウンの攻撃に変わります。こだばく長いパスですが、これはちょっと長すぎましたね。ターゲットはワイドレシーバー11番戸倉選手でした、まあね、これが今のが決まったらもしかしたらそのままっていうこともあったかもしれませんけれども ね、 距離的に位置的に、まあ、どのダウンも大切なんですけども、特にサーダンコンバージョンいいんですか、サーダンのプレーは大切ですね、はい、これでまた、ね、パントになってしまいますからね、はい、パンターは1番飯島選手、パントにより陣地を回復します。攻撃権はパナソニックに変わります。パナソニックインパルス、今のいいパントでしたね、はい、はい、ナイスパントが出て相手陣地13ヤードですね、ですね、はい、さあ13ヤード付近からパナソニックの攻撃です。パナソニックインパルスの攻撃です。ランニングバックに持たせました。ランニングバック26番藤本選手の中央プレー、3ヤードほどでしょうか、ゲインをしています。さあセカンドダウンの攻撃、持たせて藤本選手抜けました。これは大きくゲインをしています。ランニングバック26番藤本選手のランプレー、ファーストダウンを獲得。いいプレーですね、素晴らしいですね、はい、インパルスのオフェンスラインが、はい、シルバースターのディフェンスラインにいわゆるひっついている時間が長いですね、いわゆるブロックしている時間が、はい、非常にブロックしていると思います。足をつけてね、そうするとキャリアも走りやすいんですね、はい、さあ新たにファーストダウンの攻撃、あっとランニングバック22番の選手木下選手のランプレーですが、かなりのゲインですがちょっと手前の方でレフリーはファールマーカーが出ておりまして、カメラでは撮られなかったんですが、レフリーはちょっとホールディングのようなシグナルをしておりましたね、はい、そうでしたね、うん、今いいゲインだったので反則がなければ
そうですね、感じなんですけど、まあ、大きなプレーですからね、まあ、ああいう時にはあのフォールディングとかね、クリップが出やすいのは出やすいんですけどね。10ヤードバッターファーストだ、ホールディングでしたね、はいはい、パナソニックインパルスにホールディングの反則。でもそうですよね、激しい、もう急いでるわけですから、ブロックするときにやっぱり止めようと思ったらどうしても、はい、そうです掴んでしまったりっていうのは、ね、出てしまうんでしょうね。思わずですね、思わずですよね、はい、さあ10ヤードをバッターしまして、パナソニックインパルスファーストダウンをやり直します。倒れません。ここでタックル、強い16番藤本選手、でもそうですね、あそこでタックルしておればもうビッグプレーなんですけどね。はい、さあセカンドダウンの攻撃です。アンダーソン選手からのパスが決まってファーストダウンを獲得。レシーバー、ワイドレシーバー88番木戸貴人選手へのパスが成功しています。今私はちょっとプロテクションの方を見て、あのパスルートは見てなかったんですけど、おそらく、はい、奥へ行くか、うん、途中で止まるかのオプションルートでしょうね。さあ新たにファーストダウン10の攻撃、今度はクォーターバックからまた長いパス、ここはしっかりとカバーされていました、アサヒビールシルバースター31番横上山選手のカバーが効いてましたかね、はい、あのボールも少し短かったのかなと思ったんですけど、はい、オフェンスの選手がちょっとディフェンスの選手に手をかけたようにも見えたんですけどマーカーは飛んでないですね、はい、さあセカンドダウンの攻撃です。クォーターバックはアンダーソン・ベンジャミン選手、中央へのランプレー、これはファーストダウン獲得です。ランニングバック26番藤本選手のランプレー、この選手もよく走る選手ですね。そうですね、あのいわゆるこう穴を抜ける時が早いですよね。今のも左のゾーンブロックだったんですけど、もともと今の穴を走るべきなのかどうか、自分が穴を見つけて走ったのか、うん、その辺非常に勘がいい選手なんでしょうね。さあ新たにファーストダウン10の攻撃です。今度は横田選手の中央プレー、このプレーは2ヤードほど、1ヤードから2ヤードほど、中央のプレーが2回続きましたからね、次何をしますかね、はい、ランニングバックは横田選手がついておりますが、さあパスの構え、パス成功、トンカ選手へのパスでした。右へのパスできましたね。そうですね、うん、5ヤードほどゲイン、サードダウン、ファーストダウン獲得まで残り4ヤード、4ヤードですかね、うん、さあまたパスの構え、自分で走る、自分で持っていく、強い強いファーストダウン獲得、もうこれですね。そうですね、アンダーソン・ベンジャミン選手はもう大きいですね。大きいです。レフリータイムアウト。レフリータイムアウト。もうあれだけクォーターバックであれだけ大きくて強いと、はい、走られてもね、なかなか止まらないですよね。タックルする方も怖いですよね。大きいと。うん、はい、さあ今負傷した選手を保護するためにレフリータイムアウトが取られておりますが。少し気になるんですけど、シルバースターの方 の、はい、あの負傷して退場する選手が多いですね。これで3人目ぐらいだと思うんですけど、はい、
後半まで体力持つかですよね。まあ、そういうことも含めて絶対その3本リードされたらダメですよというのはね、後半それが焦りにつながりますからね、はい、まあ大した怪我ではないみたいなんでまた出てくるとは思いますけど、はい、そうですね、自分で歩いていますからね、はい、さあパナソニックインパルスは10ゴール前13ヤードぐらいですね。そうですね、相手陣の13ヤードまでゲインをしています。さあ新たにファーストダウンの攻撃は横田選手がボールを持って中央を抜けてそのままタッチだ決まりました。今ね3本目はって言ってたところだったんですが3本目が決まりました。パナソニックインパルスランニングバック33番横田純選手が中央を抜けましてエンドゾーンへと走り込みタッチダウン。今のもう右のゾーンブロックなんですけどね、はい、左のディフェンスエンド1人残してるんですけど、それをクォーターバックの判断で今のはボールを渡したんですね。そこをうまく駆け抜けましたね。トライフォーポイントは佐伯選手のキックが成功。山崎さんがねちょっと3本差はって言ってましたけども、ね、ちょっと3本目が入ってしまいましたけれども、はい、ただまあ前半あと6分ありますからね、はい、まあなんとかここで1本返してと、ね、1本返してほしいところですかね、うん、でもそうですね、まあ、のパナソニックインパルスの方は前節の大量得点というのも聞いてるんでしょうかね。波に乗ってるところはあるのかもしれないですね。自分たちはいいオフェンスができるんだという、 こう自信は持ってるでしょうね。はい、さあ21点の差がついておりますがパナソニックインパルスのキックオフで試合再開です。キッカーは佐伯選手。ただインパルスもキックオフカバーのレーンは非常にいいですからね。このキックオフしたボールは朝日ビールシルバースターの選手はフェアキャッチ。今年度からルールが変わりまして、ああフェアキャッチ25ヤード以内でフェアキャッチをすると25ヤード以内でフェアキャッチすると25ヤードから、はい、ああはいはい、タッチバックと同じような感じになるということで、はい、まあ、そういう意味では今の判断は良かったんでしょうね。そうですね、このルールを、ね、いいように使っていけば25ヤードからは攻撃開始になりますからね、はい、さあサヒビールシルバースターファーストダウン10の攻撃。ランニングバックにボールを持たせましたがこれもディフェンスの集まりが早いですね。とにかく自分のこう穴っていうんですか、はい、自分の責任に責任 の、 範囲はものすごく忠実に守ってますね。インパルスはさあ今のプレーで2ヤード近くロスをしております。アサヒビールシルバースターセカンドダウンの攻撃。ではバックスがいませんね。パスの構えから、はい、あっと弾かれた。そうですね、パナソニックインパルス選手がちょっとねカットをしてたようですね。クォータータイムアウト。ここで水分補給のために少しウォーターブレイクが入ります。もう先ほども言いましたけどもやはりちょっと体格差も、ね、ラインの体格差というかラインも大きい選手多いですから ね、 そうですね。インパルスは、まあ、だからこそ今みたいな短いパスは確実に、ね、決めていかないとシルバースターはしんどいと思うんですけど、はい、朝日ビールシルバースターのクォーターバックの鈴木選手の身長が174センチということで、もうそれを見ただけでもパナソニックの選手も身長もう皆さん180以上ありますからね、はいはい、身長だけでももう大きな差が10センチ以上の差があるわけですけれども、 そうですね、そこで手を伸ばすわけですからね、はいはい、やりづらいと思いますね。やっぱり壁のように感じるんでしょうね、はい、
さあウォーターブレイクが終わりましてサードダウンの攻撃です。ファーストダウン獲得までは11ヤード。さあパスの構え、あっと、いやー激しいタックルがありました。パナソニックインパルス44番の選手、ディフェンスライン松本英一郎選手がタックル。ハセビールシルバスターのクォーターバックもいい判断したんですけどね。そうですね、うん、ただやっぱりインパルスの方はこう選手のこう戻りが早いですね。あ、そうなんですね、すぐ戻ってきますね。うん、フォースダウンの攻撃に変わりましてパントとなります。これはリターンしそうですね。5ヤードほどリターンしたでしょうか。リターナーは81番イカイヒロア選手でした。まあ、パントも良かったですけど、はい、今 の, カバーも良かったですね。シルバースターの方ね、そうですね、はい、すぐもう 5,6 人集まってましたもんね、はい、リターンを5ヤードほどで止めましたから、はい、さあ攻撃権はパナソニックインパルスに変わっています。パナソニックインパルス自身に42ヤードからファーストダウン点の攻撃です。もう1本タッチダウン取ろうと思ってますよね。そうですよね、まだ時間は5分ありますから、はい、ランニングバックがボールを持ちまして3ヤードほどゲインをしているでしょうか。ボールを持ちましたのはランニングバック39番荒木選手。まあ、体格差もあると思うんですけど、今のでもスクリメージラインがそのまま後ろへ下がってるっていう感じですよね、押されて。あ、はいはい、はい、もうごっそりとってことですね、はい、さあコタバックがそのまま自分で持っていきますね。またファーストダウン取りそうです。ファーストダウン取りました。コーターバック5番アナソン・ベンジャミン選手、自らボールをキープ、9ヤードほどゲインをしてファーストダウンを取っております。なんか余裕の走りですね。そうですね、今そう見えましたね。さあパナソニックインパルス敵陣46ヤードからファーストダウン点の攻撃です。今度は持たせて中央、これもいいランになりました。ランニングバック39番荒木選手の中央プレー、これも8ヤード近くゲインをしているでしょうか。そうですね、今のはもう、まあ、単純な中央なんですけどね、そこまでは言ってなかったですね、ごめんなさい。7ヤード、6ヤード、7ヤードぐらいのゲインでしたね、はい、セカンドダウンの攻撃です。さあまたまた荒木選手がボールを持って中央へとダイブ、これも微妙ですね。そうですね、うん、ファーストダウンにはどうでしょう、足らないんですかね、ちょっと足りない感じですかね。そうですね、わずかにレフリーがタイムを取るようなので、これはあ違いましたね、ごめんなさい、届いていないということです ね,、はい、そうですね、もう本当にわずかですね、はい、わずかに届いておりませんでした。ランニングバック39番荒木選手のランプレー、ファーストダウンには残りわずか、攻撃はサードダウンです。もうここはもう無理せず普通に考えたら真ん中で来るでしょうね、はい、そうですね、荒木選手がボールを持って中央、あでも結構行きましたね。ファーストダウン獲得です。これ10ヤード近くゲインしてますね。そうですね、はい、今のでも左のゾーンブロックなんですけども、はい、こっちの右のディフェンスエンドがタックルにもっと早く行こうまた行けるんですけど、クォーターバック5番のクォーターバックが残ってますんでね、どう動いたらいいかちょっと迷ってるんでしょうね。その感激をついてその今の走ったという感じですね。それだけやはりこのクォーターバックのアンダーソン・ベンジャミン選手が何をしてくるかわからないっていうことを、まあ、走られたら怖いからっていうのはこうあるでしょうね。パナソニックインパルスが
またまたファースターを更新しております。敵陣の27ヤードあたりから新たにファーストダウン10の攻撃となります。もうパスの上手いチームなんかだったらもうここからもういっぺんに投げてきますけどね、はい、奥にねランプレーするとあの時間もいくら強烈でもあの時間を消費してしまいますんでね、ここから奥を狙うチームは結構多いですね、はい、おっと反則が発生しているようです。今のはスクリーンだったみたいですね。フォロスタートオフェス65番5ヤードバッタイファースト攻撃側パナソニックインパルスのフォルススタートの反則。このボールがスナップされるときに動いちゃったっていうやつですよ ね、 そうですね、うん、ただ今リードしてますからいいですけどね、そういうこうつまらんミスはね減らすべきですね、はい、さあ5ヤードをバッターしてファーストダウンをやり直します。パスの構えから今度は長いパスに切り替えて奥の選手あ、ね、決まりましたね。タッチダウン、パナソニックインパルスワイドレシーバー88番木戸貴人選手へのタッチダウンパスが成功。パナソニックインパルス第2クォーター6点を追加。今のはあの1プレー目あのフォルススタートのあったプレーと同じプレーですね、はいあはい、ですからあの時点でファーストダウン取れた時点でも奥を狙おうと思ってたんですよね。そうなんですね、はい、一回なんか短いパスを、ね、するようなあれはフェイクだったんですね、はい、パナソニックインパルス4本目のタッチダウン、そしてキックも成功しております。パナソニックインパルスここまでの得点28点としています、うん、でも山崎さんがねパスの得意なチームだったら奥に1本って言った瞬間に本当に、ね、奥に1本来ましたからね、うん、自信があるんでしょうねパスにね、まあ、失敗してもまだあとセカンダーサーダーと投げられますからね、はい、まあ、リードしてる余裕っていうのもまたあるんでしょうね、はい、さあ4本目のタッチダウンが決まりましたパナソニックインパルス。あと2分ですか。2分ありますね。2ミリッツオフェンスですね、はい、このね、2分っていう数字が当てにならないのがアメリカフットボールですからね、はい、2分からが長かったりしますからね、はいはい、楽しみの一つでもあります。さあまずはこのキックオフをリターンしませんね、フェアキャッチをしております。そうですね、はい、もう25ヤードからの攻撃ということで25ヤードからしっかりと攻撃をしていこうというところでしょうか、うん、あと75ヤードあるわけですかそうですね、75ヤード逆にそうですね、はい、75ヤード残ってますからね。さあなんとか1本は返したいところですよね。ですからもうパス短いパスを確実に決めないとそれができないですよね、はい、コーダーバックは12番鈴木孝文選手。さあどのような攻撃をしていくんでしょうか。まずは今のパスだ、インターセプト。そして大きくリターンされました。攻撃権はパナソニックインパルスに変わります。アサヒビールシルバースターパスを投げたんですが、このパスをパナソニックインパルスディフェンスバックキャプテンがインターセプト。少しディフェンスの選手にラインの選手にちょっとパスが当たったような気もしたんですけど、ちょっとそこで角度が変わったのかもしれないですね、はい、うわこれで逆にパナソニックインパルスが追加点のチャンス、はい、敵陣の14ヤード付近、13ヤード付近から攻撃開始です。さあもう一本取りに来るでしょう、抜けた、そしてタッチダウン。パナソニックインパルス前半5本目のタッチダウン。
今のも再三見せてるプレーですけどね、はい、ランニングバック33番横田選手のタッチダウンでした。綺麗にまた真ん中を抜けていきましたね。そうですね、ディフェンスラインはディフェンスエンドはもうどっちにしようかでただ立ってるだけいうような感じだったですね今でも。あ、そうですか、はい、さあトライフォーポイントです。キックは決まってさらに1点を追加。パナソニックインパルス合計35点、大きく引き離しています。ね、ちょっとやはりもうでもパスしかないですもんね、シルバースターの方は。はい、もう時間がないですからね、もうおっしゃる通りですね、パスしかないですもんね、まあ、そのパスがねインターセプトされたりするとつらいですね、はい、ちょっと立ち上がりはなかなかいい展開を見せていたんですが、はい、パナソニックインパルスが35点のリード。さあそしてここでまたパナソニックインパルスのキックオフで、さあ次こそはということです感じですが、さあ試合再開です。またフェアキャッチをするようですね、フェアキャッチのシグナルをしまして、アサヒビールシルバースターは自陣25ヤードから攻撃を開始いたします。ちょっとね気持ちがこう下がってしまうところだと思うんですけれども、はい、そうですね、うん、なんとかねこのままずるずるといかないで少し ね、 そうですね、気持ちだけでもこう盛り上げていただきたいですよね、はい、前半終了まで1分48秒というところですけれども、さあファーストダウン10の攻撃です。パスの構え、あーっとまた叩かれましたね、今94番の選手でしょうか。パスは成功です、これですね。そうですね、はい、まあ、インパルスの本当にプレーがよく見えてるいう感じですね、まあ、パスしかない、まあ、踏んでるとこもあるでしょうけどね、はい、パスをカットしましたのはパナソニックインパルスディフェンスライン94番アーナー・エアロン・ジェイソン選手、大きい選手ですから ね、 やっぱりこの身長差というのがすごいですね、はい、192センチありますからね、はい、さあ続いての長いパス、このパスはアウトバーンサイドラインを出ましたのでパスインコンプリート、まあ、パス不成功ですからゲームクロックは止まりまして1分32秒で今止まっておりますけれども、でももう次サードダウンですもんね。そうですね、サードダウンで10ヤードまだ丸々残っておりますので、まあ、こういう2ミニッツとかも時間のない時のオフェンスっていうのは常日頃から練習しておかないとなかなかできるもんではないですね、はい、それはやっぱ焦りの問題とかも、焦り、まあ、そうです、正確さが特に要求される場面ですからね、はい、ですからこういうふうに、まあ、X リーグのように社会人っていうのはもう練習時間が少ないですから、こうやってリードされるとしんどいですね。なんとかタックルをかわしますがここで捕まった。パナソニックインパルスラインバッカー45番林選手のタックル、もう投げさせてくれない、走らせてくれない、本当にそうですね、はい、もう山崎さんが先ほどから、ね、おっしゃっているように本当によく見ているんでしょうね、はい、ディフェンスの選手。さあフォースダウンに変わりました。これディフェンス選手が一旦下がっていますね、今3人しかフィールドにはいない。そうですね、あ、ここでタイムチームアウト、はい、そうですね、タイムアウトというですね、1回目そうですね、アサヒビールの方が、アサヒビールシルバースターが前半1回目のタイムアウトを要求しています。このタイムアウトは、時計を40秒に戻してください、時計を40秒に戻してください、
アメリカンフットボールは各チーム前半に3回、後半に3回タイムアウトを。これは次のフォースダウンの攻撃の確認っていう感じですかね。まあ、それしかないですね。はい。ね、あの試合時間を残すために取ったりとかもいろいろタイムアウトの使い方はあると思いますけれども、はい、それと、まあ、ちょっと休憩のためっていうのもあったかもわからないですね。 あと40秒とはいえまだ40秒って思うところもありますからね、はい、そうですね、はい、ここでミスするともう1本取られるかもしれないですからね。フォーメーションはパントのフォーメーションですね、はい、パンターが出てきました。タイムアウトが終わりましてフォースダウンです。パントを蹴りますね。少し様子を見ていたようですがフェアキャッチのシグナルをしてパナソニックインパルスリターナー17番元デイビッド選手がボールをキャッチ。ここで攻守交代となります。まあ、今のパナソニックの方はシルバースターがタイムアウトを取りましたので何かやってくるかもわからない、はい、念のためにちょっと注意しようということで、はい、強いラッシュはしてなかったですね。ちょっとなんかこうね、握手を見せるようなところもパンターの、はい、わざと、ね、引き寄せたんでしょうね、はい、そういうことなんですね。さあ攻撃権はパナソニックインパルス。藤本選手のランプレー、これも抜けていきました。もう同じプレーですね、左右の。ゲームは7ヤード。さあランプレーですのでゲームクロックが進んでおります。このまま時間を流すようですね。そうですね、ここで前半が終了いたしました。NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグレギュラーシーズン第4節パナソニックインパルス対アサヒビールシルバースターの試合、前半終わりまして35対0でパナソニックインパルスがリードして前半戦を終えております。さあちょっと大きく開きましたね。そうですね、ちょっと予想外だったですね。内容としては、まあ、アサヒビールシルバースターも出だしはかなり良かったんですけどね。良かったと思うんですけども、途中で、まあ、集中力が切れたようなところもありますけども、いわゆる一発ロングゲインが全然なかったですから、はい、やっぱり少ししんどいですね。長いドライブをしていこうと思うとね、その逆にインパルスの方はビッグプレーがこうありましたんでね、はい、それで点取るのが早かったですよね。まあね、ここで15分間のハーフタイムがありまして、そこでまたね気合を入れ直したり作戦を練り直したりというところでしょうが、そうですね、はい、まあ、もし山崎さんが声をかけてあげるとすれば、はい、じゃあまずはパナソニックのインパルスの選手にはどのようなお声かけ。このままでいいよ、このままでいいよと、はいはいはい、ミスをしないようにこのままで行こう、はい、ということですね。そしてアサヒビールシルバースターの選手に声をかけるとしたら、そうですね、今までやってきた練習を信じて、はい、とにかく1本ずつ返していかなかったら追いつかへんぞということしかないですね。ただちょっと心配してるのは後半そのシルバースターの方がスタミナ持つかなという、はい、そういう感じちょっとしてますんですけどね。何人かね負傷した選手もいたようです。まあ、もちろん帰ってきてはいますけれども、そうです、ね、はい、ちょっと蒸し暑いのも気になりますけどね、はいはい、さあこの後後半戦もまたよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。ご来場いただきまして誠にありがとうございます。もう間もなくのお時間によりパナソニックインパルス、ツヤミザーによりますハーフタイム制が行われます。皆様、リードにご注目ください。今年のテーマはリードアップ、リーダーシップ&ショーマンシップを挑戦に発揮する今回のファンテンション選手、ダイエンス、インパルスの勝利を願い熱い思いを込めてリードを呼びます。私たちインパルスファミリーの目標はただ一つ、
日本一奪還。思いを一つに本日の会場をヒートアップさせましょう。Here we go! Impression here! Half-time show!ハーフタイムショーが行われます。それではただいまのお時間よりはキッズによりますハーフタイムショーをお楽しみください。皆様サイドラインにご注目ください。皆さんこんにちは。キッズチアダンスマリーンズ選抜チーム MAT です。この日のために練習を積み重ねてきました。インパルスの勝利のために全力でパフォーマンスします。 Let's go インパルス。
さあチアリーダー、そしてキッズのチアリーダーたちにパワーをもらっておりますけれども、前半を終わって35対0で我らパナソニックインパルスリードしております。ディフェンスそしてオフェンスともに最高のパフォーマンスを見せてくれています。後半もこの勢いで突き進んでもらいましょう。この後も熱い応援よろしくお願いいたします。レッツゴーインパルス。大阪府吹田市にありますエキスポフラッシュフィールドからお送りしております NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X リーグレギュラーシーズン第4節パナソニックインパルス対アサヒビールシルバースターの試合、前半終わりまして間もなく後半戦開始となります。前半戦は35対0でパナソニックインパルスが35点のリード。後半戦も引き続き実況は私石井真由美、そして解説は山崎博さんにお願いいたします。よろしくお願いします。さあハーフタイムが終わりましたけれども、まあ、先ほどもねお話ししてたんですけれども、ちょっと予想外の大差になっておりますけれども、そうですね、3本差が、まあ、最悪でも3本差ぐらいかなとか思ってたんですけども、はい、35点いうのはねちょっと大きいですね。そうですね、まあ、この後の後半でアサヒビールシルバースターがどう仕切り直してくるのか、そしてパナソニックインパルスの方はね、まあ、リードをしているということで多少余裕はあるんでしょうけれども、まあ、この後またどういった試合内容を見せてくれるのかというところが楽しみなところですね。そうですね、まあ、あのヘッドコーチ監督がどういう性格かいうのは詳しく知らないんですけどあのもうここまでリードしたんだから、まあ、負けはないだろうということで、余分なことは、はい、次の試合のためにね、ええ、余分なものはもう見せんとこというふうに考える保守的な人も多いですから、はい、あのやっぱ前半と同じようなゲームプランで来るんではないかなと自分、私は思うんですけどね、はい、そうですね、ここからねまた
競合チームというかライバルチームとたくさん対戦が控えてますからね。そうですね。さあ両チームの選手なんですけども、クォーターバックについてちょっとお聞かせいただいてもいいですか。あのインパルスのパナソニックインパルスのクォーターバックアンダーソン・ベンジャミン選手、いかがでしたでしょうか。走ってもよし投げてもよしっていうのはもうよく知ってますんでね、はい、ですからかあのパスプロテクションもいいんですよ、だから悠々と投げるんですけど、あのもしパスプロが漏れた時でも自分が走ったら10ヤードは取れるんやと最低そういう、こう余裕を感じますね。あ、はい、そして朝日ビールシルバースターのクォーターバック12番鈴木選手なんですが、はい、ちょっとね、同乗スペクティンはサイズ背の高さが違いすぎるというので ね、非常にこう投げにくいと思います。いつも空に向かって投げてるっていうような感じ の投球フォームになってますからね、はい、もう少し背があればなとこう思うんですけども、ただランニング能力はあるんだろうと思うんですよ、ただインパルス のディフェンスがいいのでね、はい、まっすぐ縦に走れないから左右にカット切って、で結局戻ってきた選手にタックルされると、そういうようなところがありますね。さあいよいよ後半戦が開始です。佐伯選手のキックオフで後半戦開始。さあリターンします。朝日ビールシルバースター33番山脇選手のリターン。リターンしましたね。しましたね。インパルスは同じところへ蹴ってきたんですけどね、前半はフェアキャッチすることが多かったような感じでしたけれども、はいね、後半戦最初のキックオフではリターンをいたしまして自陣18ヤードあたりまでリターンをしています。さあ35点を追うことになってしまいましたアサヒビールシルバースターですが、後半最初のファーストダウン10の攻撃です。クォーターバックは変わらず12番の鈴木選手。さあ後半最初の攻撃はランニングバックにボールを持たせて中央へのランプレー。やはり集まりが早いですね。早いですよね。ボールを持ちましたのはランニングバック29番ジョナ・ホッチス選手。2ヤードほどでしょうかね、ゲインをしておりますけれども、はい、それと私気にしているのは、前半の終わり頃にね、シルバースターの怪我人が3人ぐらいこう出たんですよ ね。そういう影響がこう出ないかどうかね。それとこう練習量どのくらいやっているのか知らないですけど、後半戦のスタミナですね、はい、今日はちょっと蒸し暑いようもでもあるようなんで、それがちょっと気になりますね、はい、さあセカンドダウンの攻撃です。クォーターバックからまたランニングバックへボールを渡しますが、ナイスタックルがありました。ジョナ・ホッチス選手へのノーランプレーでしたが、パナソニックインパルスディフェンスライン94番アーナー・エアロン・ジェイソン選手のタックル、ゲインは1ヤードほどですね。もう前半から再三言ってますけどね、インパルスは非常に基本に忠実でね、フロントの選手は必ず残ってますよね、はい、あ、もう惑わされていないんですね。もういないですね。さあサードダウンの攻撃に変わります。クォーターバックパスを投げましたが、このパスはどうでしょうか。ちょうど今私たちのところからはテントが、パスは成功ですね。今みたいにもアウトのパスしか投げさせてもらえてないですよね。ミドルのパスが本当にないですね。それはやはり真ん中に壁がある、そういうことありますね。ミドルとディープは絶対開けてはダメなんだというのが、まあ鉄則がありますんでね、パスディフェンスで。それをパナソニックは忠実に守っていると。忠実にやってますね。フォースダウンの攻撃でパントです。あ、これはいいカバーでしたね。いいタックですね、はい、アサビールシルバースター5番の榎本選手のタックルでリターンを許しませんでした。しかし攻撃権はパナソニックインパルスに変わっています。さあパナソニックインパルス後半の攻撃が開始されます。自陣48ヤード付近から。そうですね、このシリーズを見ればね、いわゆるゲームプランを変えてきたのか変えてきてないのかすぐ分かると思いますね、はい、そうなんですね。クォーターバックは変わってませんね。変わってないですね。アンダーソン・ベンジャミン選手ですが、さあ後半最初の攻撃、
まずは横田選手にボールを持たせました。横田選手が切り返して中央抜けてファーストダウン獲得。すごいカットですね。そうですね、この辺がその今日両チーム交代賞ですね。インパルスは今みたいにカットを切っても誰か残ってるんですよね。インパルスのディフェンスは、はい、シルバースターの方は今の残ってないんですよ。あ、今の右にハンドオフしましたけども、全員が右に流れてしまって、はいはい、そうでしたね、必ずこう誰かが残っとかないとダメなんですけどね。それを見て左に展開してましたもんね、はい、さあ新たにファーストダウン点の攻撃、再び横田選手への横田選手のランプレーですが、ここはしっかりとアサヒビールシルバースター34番ディフェンスバック石川選手が止めております。ゲインはほとんどありませんでした。セカンドダウンの攻撃に変わります。ここ何で取ってくるかですね。もうパスでしょうけど、うん、そうですね、どういうパスで、あ、ミドルが開きましたね。あり開きましたね、パス成功、ファーストダウン獲得です。だからもう本当に今日はもう交代賞ですね。うーん、89番の小山選手へのパスが成功しております。これですね、本当ですね、まあ、中央のランプレー強いですから、ちょっとしたフェイクでラインバッカーが上がってしまうんでしょうね。それでその後ろが空いてしまうということも考えられますね。そこをすかさず狙ってきてるわけですね、はい、さあ新たにファーストダウンの攻撃、横田選手がボールを持って右のオープンへと抜ける。もうブロッキングはもう全く同じですね、前半と、はい、ただ前半と違うのはバックスがクォーターバックの真後ろ、ピストルという体型で真後ろに来ていることですね、はい、うん、でもやってることは同じですね。ただいまのプレーで6ヤードをゲインしています。もうパスとランと使い分けて、はい、もうディフェンスはもう困りますね、こうなってくると。いや本当にそうですね、はい、さあセカンドダウン4の攻撃、今度はクォーターバックがボールを持ちましたが、これはよく見てましたね。今のように残っとかないとダメなんですよね。それ今までは前半はもうほとんどギブギブギブでこう通ってたんですよね、はい、だから自分で持ちたくなったのかどうか、ただ前半気になったのはね、ハンドオフした後フェイクを全然してないんですよ、このクォーターバックはね、はい、だから今はディフェンスエンドの55番が、持ってるなってすぐ分かったんだと思いますね、はい、松岡選手のタックルでした、うん、さあサードダウンの攻撃に変わります。パスできましたが、これは不成功、ちょっと早いパスでしたね、はい、今までなんか順調にパスが通ってたので、そうですね、はい、こういうのをきちっと決めていかないと、これからの試合はしんどくなっていくかもわからないですね、これからのうちのね。さあ、ただいま負傷した選手が出ましたので、レフリーによりますタイムアウトが取られております。先ほどもね、山崎さんおっしゃったように、ちょっと今日は蒸し暑くて、はい、やはり体力の消耗っていうのも激しいんでしょうね。でしょうね、うん、そうなると普段の練習量の差とかそういうのが出てきますからね。いくら今年の夏が暑くて暑いのに慣れたかもしれないとはいえこの秋口のね、少し涼しくなってからの蒸し暑さっていうのもね、まあ答えると思いますね、はい、これはフィールドゴールを蹴る様子ですね、はい、まあ、距離的には問題ない距離ですよね。そうですね、35ヤードほどのフィールドゴールトライ、木川佐伯選手、これは決まってフィールドゴール成功です。パナソニックインパルスフィールドゴールが決まりまして、さらに3点を追加、ここまでの得点を38点、さらにリードを広げております。でもまあタッチダウンに至らなかったという点では、アサヒビールシルバースターの選手、ディフェンスの選手も、まあ、ちょっと意地を見せたかもわからないですね。あ、はい、ただね、インパルスの方はやっぱり6点取るべきですよね、3点ではなくね今のシーンでも、はい、はい、
ました佐伯選手のキックオフで試合再開です。さあ大きなキックになりました。エンドゾーンからリターンをします。10ヤード15ヤードほどリターンをしてここでタックル。リターナーは朝日ビルシルバースター85番ルーキーの南健人選手。まあ、また前半と同じところに蹴ってるんですけどね、前半はフェアキャッチだったのに、はい、なぜプランを変えたんでしょうね。あそうですね、はい、とりあえず15ヤードからの、はいはい、攻撃に変わりますけれども、さあ朝日ビルシルバースターなんとか1本返したいところですが、まずはパスできます。パスが通っていいパスでしたね、はい、綺麗なパスが決まりました。朝日ビルシルバースターコーターバック12番鈴木選手からワイドレシーバー82番の渡辺明選手。この選手は今シーズンからこの X リーグに復帰した選手です。ああそうですか、はい、さあ今度はランニングバックにボールを持たせましたが、さあファーストダウン行きましたね。ファーストダウン獲得です。ランニングバック29番ジョナ・ホーチス選手、2ヤード3ヤードをゲインしファーストダウンを獲得しています。取りましたねファーストダウン。そうですね、はい、新たにファーストダウンの攻撃、あと2つはファーストダウン重ねて取りたいですね。さあ今度はクォーターバックが長いパス、しかしここはパナソニックインパルスディフェンスバック3番秋山選手がパスカット。いいところにいますね。そうです、本当にね、あのいわゆるもう基本に充実、あの基本に、ね、忠実ですね。もうディフェンスバックもそうなんですね、はい、さあパスが不成功でしたのでダウンはセカンドダウンに変わります。やはりちょっと長いパスで大きく取りたいところなんですかね。そうですね、気持ちは分かりますよね。今度は持たせて中央、しかしこれもあまりゲインがないようですね。ボールを持ちましたのはランニングバック4番濱田選手。今のもあのゾーンブロックしてあの穴は開いてるところがこう見えたんですけどね、やっぱ戻いわゆる帰ってくるのが、戻るんですね、はい、帰ってくるのが早いですね。リアクションがすごくいいんですかね。ウォーターブレイク、大きな選手ですけれども機敏なんでしょうね、動きがね。そうですね、さあサードダウンになってしまいましたね。あと2つぐらいはね、これ難しいですよね、ファーストダウンを取りたいというところだったんですけれども、前半もこういうふうなシーンはありましたけども、はい、ランではもう今日のこう両者を見てるとちょっと無理ですよね。そうするともうパス、はい、ただね先ほど綺麗なパスが決まってますからね、シルバースターの方も。そうですね、立ち上がりね、あのいいパスでしたよね。そうですよね、ただああいう風なパス、外からのパス、外のレシーバーへのパスしかないでしょうね。あね、でもパナソニックインパルスの選手はまたすぐそこに対応してくるんでしょうね、うん、今日はみんなプレーリードがいいですからね、よくこうプレーが見えてるっていう感じですからね。さあウォーターブレイクが終わりまして、サードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り8ヤード。さあなんとかここもファーストダウン取りたいところですけれども、朝日ビールシルバースターどう攻めてくるんでしょうか。パスの構え、長いパスを出しまして、あっとここはフラッグが出てますね。ちょっとと足が引っかかってしまったようにも見えたんですけれども、足が引っかかったんですか。私は下のあの違ってますか、芝に引っかかったんかなと。あ、どうなんですか、つまずいたような感じが見えたように思ったんですが、ファーストインターフェランス、
ディフェンス3番15ヤードバッタイファーストダウン。やっぱりディフェンスがパナソニックインパルスのパスインターフェアということでパスを取ろうとしたシルバースターの選手を妨害してしまったということですね。シルバースターの選手にしたらちょっとラッキーだった。そうですね、パス成功ですからね、はい、そうですね、15ヤード前進しますから。そしてファーストダウンとなりまして、またここから4回の攻撃権。こういうチャンスをものにしたいですね。そうですね、ですからミスをしないように、はい、でできるだけ早く1本ずつしか返せませんのでね。さあ新たなファーストダウン点の攻撃、パスの構え、長いパス、この長いパスがこれは不成功。まあ、さっきパスインターフェアの反則を取られた選手、秋山選手ですが、カバー綺麗、うまいですね、はい、もういいところに入ってきますね、はい、もうレシーバーが全く出られませんでしたね、今も。そうですね、さあでもこの長いパスも怖いですよね。まあ、パスでちょっとゲインをしたいところなんだとは思いますけれども、ただインパルスの方は自分たちのディフェンスラインがプレッシャーかけてるっていうのが分かってると思いますので、わりかし余裕持ってプレーしてるかもわからないですね、はい、さあセカンドダウンの攻撃はクォーターバック12番鈴木選手が自らボールをキープし7ヤードほどゲインしてますね。今のはいい走りでしたね。今も完全にこうパスの構えですもうプロテクションされてボールが出ない状態でしたけど、はい、うまくその間をかいくぐってそうです、ね、左へランプレーを展開してましたね。ただここで、ねはい、サーダン、残り3ヤード、はい、3ヤードぐらいですね、はい、これなんで取るかですよね、はい、パスの構えですね、短いパスが通って、ね、あ通りました、ファーストダウン成功。これもいいパスですね。ワイドレシーバー8番小林選手へのパスが成功してファーストダウンを獲得しています。お早いですね、ノーハドルでの、いいテンポですね、はい、いいテンポです。さあここで今度はランニングバックにボールを持たせて左へオープン、これも取ったんじゃないですか、あまだ倒れません、ここでここまでゲインをしました、ジョナ・ホッジス選手のランプレー。今は早いプレーでいい感じで、いいですね、はい、テンポが良かったですね、ディフェンスに考える時間を与えてないですから ね、 そうですね、敵陣24ヤードまでゲインをしまして新たにファーストダウン点。さあまたジョナ・ホッジス選手にボールを持たせましたが、ここはレスをしております。パナソニックインパルス94番のアーナー・エアロン・ジェイソン選手がタックルゲインを与えません、逆にロスを奪っております、3ヤードほどロス。いいディフェンスですね、まあ、クォーターバックのご読みがちょっと間違ったということも言えるかもわからないですけど ね、 そうですね。さあセカンドダウンの攻撃、ロスをしております、ここで奥を狙ってくるかもわからないですね、はい、さあ1人モーションして、さあパスの構えから穴が開きまして自分で持って走っていいランになりました、ファーストダウン獲得。いい走りですね、ポテブック鈴木選手、いいですね、はい、思い切りのいいプレーで、はい、そうですね、はい、いいランナーですね、はい、さあファーストダウンを獲得しましてゴール前8ヤード、これもいいですよ、いいテンポです、いいテンポです、はい、早かったですね、はい、あっとフラッグが出ておりますが、さあ反則があった模様です。オフサイドパナソニック21番、いいですね、フェアードバッタイファースター、このノーハドルの早い展開がオフサイドを誘ったようなところもあるんですか。いやもうその通りだと思います。そうなんですね、失礼しました、ゴールまでの距離の半分をバッタイファースターです。もう早いね攻撃の展開だったのでディフェンスがやっぱりちょっと戸惑っていたという感じなんですかね、はい、さあオフサイドの反則がありましてゴールまでの半分距離をバッタイ、アサヒビルシルバースターはゴールまでの半分の距離を前進してファーストダウンのやり直し、ゴール前4ヤードから4ヤードですか、はい、ここから4回の攻撃です。あいいですね、こうやってシフトするのもね、あ相手を惑わしてるんですね、なおかつモーション、はい、コーダーバックに10番の選手、ランニングバックの選手が入っています。いいですね、タッチダウン、
シルバースタン。サードダウン、サードファン、第三クォーターで、タッチダウンを取っています。今クォーターバックのポジションにランニングバック10番の柳沢選手が入っていたんですが、その選手が直接ボールを受け取ってそのまま持ち込むかと思いきやパスの構え、はい、そしてパスを出してタッチダウンを取っています。もうなんか取っておいたかのようなプレーでしたね。いいテンポで、良かったですね、はい、いいテンポできましてタッチダウンを取りました。トライフォーポイントはキッカー1番飯島選手のキックが成功。さあ朝日にいるシルバースター第3クォーター7点を返しております。いい流れでしたね今ね、はい、見てても面白い、そうです ね、あのオフェンスでしたね、はい、あれだけなんかこう貫禄を見せていたインパルスのディフェンス陣もかなりこうついていけないような場面がありましたから ね、はい、やはりノーハドルとかあのテンポの速いあのオフェンスっていうのはディフェンスはやりにくいですね。そしてやはりなんか光ったのはクォーターバックのランだったような気もするんですけれども、はい、判断が良かったですね、はい、まあ、一旦奥を狙ったんですけど、もうダメだと分かったら自分で持って走りましたね。さあ一つ返しましたアサヒビールシルバースター。キックオフにより試合再開。おっとこれは短いキックを蹴ってきましたが、最前列にいましたパナソニックインパルス92番有村選手に当たりまして、そのまま有村選手が抑えまして、その地点での攻撃開始となります。これはやっぱりこう、まあ、もしかしたらということを考えての狙いだったんでしょうかね、まあ、いい狙いでしたね、はい、最近流行りのこうミドルキックのようなものを蹴ってきたと思うんですが、はい、さあ攻撃権はパナソニックインパルスランニングバック26番藤本選手にボールを持たせまして、これも8ヤードから9ヤードゲインをしているでしょうか。外をえぐられるとしんどいですね、ディフェンスは8ヤードほどのゲインだったようです。もう1本返されたとはやはり落ち着いてますねインパルスの選手。さあセカンドダウンの攻撃、コタバックがボールを持ってファーストダウンを獲得。アンダーソン・ベンジャミン選手6ヤードほど走りましてファーストダウンを獲得しています。まあよく見えてますよね、余裕を持って走ってますから余裕ですね。さあパナソニックインパルス新たにファーストダウンの攻撃、敵陣36ヤードから。さあ今度は長いパス、このパスが決まっています。ワイドレシーバー22番木下宗幸選手へのパスが決まったように見えたんですが、失礼いたしました、外だったようですね。ボールはキャッチしたんですけれどもね、いいパスでしたね、コース取りも良かったですし、パスも良かったですから、これ両足がフィールドに残っていないと成功と認められないんでしたよね。あ、日本でもそうですか。はい、片足じゃダメなんですね。そうですね、今 NFL だけだと思います。さあランニングバック26番藤本選手にボールを持たせて中央へのランプレー、今度はランできました。7ヤードゲインをしています。また一人目に手が入ったんじゃないですか。そうですね、ちょっとヘルメットを脱いでいまして、はい、ちょっとチェックをしてもらってますねトレーナーさんに、はい、さあ1本を返したアサヒビールシルバースターですけれども、代わってパナソニックインパルスの攻撃となりまして、じりじりと攻め続けられていますね。インパルスの方はあの特にペースを変えずに、もう前半と同じペースでボールを運んでいこうというあれだと思いますね。
さあタイムアウトが、タイムアウトじゃない、ごめんなさい、レフリータイムアウトが終わりまして、パナソニックインパルスサードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得までは残り3ヤード。このぐらいの距離があのパナソニックはあの開幕試合では取れなかったんですよ。そうだったんですか。それでだいぶ立ちあのペースが遅いなと僕は思ってたんですけどね、うん、今日はまあいいでしょうね、うん、ランニングバックには藤本選手が入っておりますが、その藤本選手がボールを持って中央抜けてファーストダウン取ってますね。取れてますね、はい、5ヤードゲインをしてファーストダウンを獲得しています。やっぱり強いチームってこういういわゆるゴリゴリというかジリジリというかこういうプレーうまいですね。なんかしっかりと取ってきますね、はい、それとミスが少ないでしょ。はい、これはもういいチーム の, あの典型ですね。チームタイムアウト、パナソニック後半1回目。ここでパナソニックが後半1回目のタイムアウトを取ってきました、はい、何があったんですかね、はい、何のためですかね。クォーターバックのアンダーソン・ベンジャミン選手が戻ってきてなんか指示を受けているようですけれども、私はあの、まあ、前半と同じようにこの辺まで来たから、はい、彼の性格だったら奥へ1本投げるだろうなとこう思ってたんですけどね、はい、まあ、プレーのためのタイムアウトなのかどうかちょっと今のは分からないですけど、あの作戦っていうのはあの山崎さんの監督経験からして作戦っていうのはやっぱりクォーターバックの性格とかも考えて作戦出したりするんですか。それはありますね。あ、そうなんですか。はい、あのどういうんですか、緊張すると左右間違える子とかねそういう方もいらっしゃるんですね。はい、それを見越してサインを出したりってこともあるわけですねさあタイムアウトが終わりまして、パナソニックインパルス新たにファーストダウン10の攻撃です。さあパスの構えですね。あーターゲットがいない、ここで捕まった、キュービーサックです。よく頑張りましたね、しつこくね、よく頑張りました。アサヒビールシルバースターディフェンスライン92番ルーキー加藤貴人選手のキュービーサックでした。視聴者のためのタイムアウト。あー、また不操作ですか。あ、やはり本当ですね、シルバースターの選手にちょっと負傷する選手が多くなってますね、はい、今はあのパナソニックインパルスアンダーソン・ベンジャミン選手ですが、やっぱり長いパスを投げたかったんですね。投げたかったんでしょうねかなりターゲット探してましたもんね、はい、そういう時にこそあの前半でも言いましたけどね、はい、あのクォーターバックは頭の後ろにも目を持てとこう、今のも後ろからタックルされましたからね、はい、そういうようなことは要求されますね。あの少しレベルの高いクォーターバックになればね、余計言われますね、後ろにも目を持て、はい、もちろん目を持つことはできないですけど、あの気配とかがやっぱり分かるんですかね、はい、感じるようにしなさいと。今のタックルしたのもディフェンスエンドだと思うんですよ、はい、ですから外から回ってきて後ろ、あ、そうですね、エンドの選手ですね、はい、はい、そうですね、でも投げたいと思ってレシーバー探してたらやっぱり後ろの気配とかはもう、まあ、そう薄くなってくるんでしょうね。そうですね、本当に一瞬一瞬ですからね、もう動きの速いスポーツですから。そうです、本当にそうです。さあ試合再開です。パナソニックインパルス先ほどキュービーサックで6ヤードほどロスをしておりますのでセカンドロングとなります。さあまたパスの構え、逃げてます、もう自ら持ってきますね、これですよ。そうですね、ファーストダウンを獲得しています。パナソニックインパルスクォーターバック5番アンダーソン・ベンジャミン選手、今もでもかなりギリギリまで投げたそうだった感じでしたけどもね。そうですね、でもうそのランに切り替えてからが早いですね。早いですね、もう本当に自信があるんでしょうね、はい。
さあ10ヤード、あ、失礼しました、5ヤード切っておりますね。4ヤードほど、ゴール前4ヤードほどからの攻撃、中央へのランプレーですが、ここはアサヒビールシルバースターディフェンス陣にしっかりと止めております。ボールを持ちましたのはランニングバック39番荒木選手でした。ここで第3クォーターが終了しています。クォータータイム。パナソニックはもう今日の試合見るかぎりではもうブロッキングは非常にシンプルですよね。ですから余計ミスが出ないですよね。はい、トリッキーな取り方、当たり方は全くしてないですから、ディフェンスももちろんコーチからの指示がいくわけですよね。来ますね、上から見た特に指示が入ってきますね、はい、もうそれをもうしっかりと指示通りに選手が動いているということですね、はい、でもまた指示もしっかりと当たっているということですね。そうですね、それプラス今のでいいよっていう指示もありますからね、今のままでいけと、はい、まあ、でも前半の得点差からするとこの第3クォーターはアサヒビールシルバースターもまあしっかりと抑えたし、また得点も取ったしというところですね、はい、さあこれより陣地を入れ替えまして試合は第4クォーターラストクォーターへと入るんですが、ゴール前2ヤードパナソニックインパルスセカンドダウンの攻撃から第4クォーターが始まります。もうなんとか防ぎたいところですが、ただ今日の ね勢いからこう見たら特別なことはしてこないと思うんですけどね、はい、ただタイトエンド入れてタイトスロットですから、はい、一応ゴールライン上のディフェンス、オフェンスなんですかね。ランニングバックですね、荒木選手にボールを持たせましたがここは止まっております。アサヒビールシルバースターの選手なんとかゴールを守っております。ボールはゴールラインギリギリで止めておりますね。こんな時コーチとしては、はい、ディフェンスにあともう1プレーうん、2つプレーこうやらさろうとそのうちミスするからと言うんですけど、はい、今日のインパルス見てる限りではミス出そうに出そうにないですね。もうしっかり抑えるしかないということですが、はい、これも止めているようですね。よく頑張ってますね、はい、ただまた誰かこう痛そうにしてますね。そうですね、クォーターバックのクォーターバックスニークだったようですか。レフェリータイムアウト、レフェリータイムアウトのためのタイムアウト、プレーの結果はタッチダウンです。あ、行きましたね、入ってきましたね、パナソニックインパルスタッチダウンです。クォーターバック5番アンダーソン・ベンジャミン選手、クォーターバックスニーク、スナップを受けてそのままエンドゾーンへと飛び込みましてタッチダウンを決めております。パナソニックインパルス第4クォーターに6点を追加、ここまでの得点を44点、この後トライ4ポイントです。今の点の取り方でも非常にもシンプルですよね、はい、特別なことは何にもしてないですね。そうですね、はいはい、ある程度のアメフトの知識のある人だったらなんかセオリー通りと言いますか、はい、そうですね、はい、普通あの辺まで行くとゴールラインパッケージとかこう持ってるんですけどね、はい、そういうのも出す必要がないという感じでしたね。インパルスはベンチの方もちょっとゆったりしてますよね。なんとなくね、はい、そんな感じが見えてきますけれども、さあトライ4ポイントです。キッカーは佐伯選手、キックが決まりましてさらに1点を追加、パナソニックインパルス合計45点。ああ、いいキックでしたよ ね、 そうですね、もう確実に決めてきますね本当に、はい、もう本当に大学時代からもう素晴らしいキックをする選手でしたので、はい、まあ、オートマティックポイントとはよく言ったもんですね。本当になんかアメリカでは一番なりたくない職業というのがアメリカフットボールのキッカーだっていうのを聞いたことがあるんですけどねえ、このぐらい綺麗なキックを蹴る選手でしたらね、選手子供たちも日本では憧れてくれるかもしれませんね。本当ですね、
ああ、それ知らなかったですわ。なんかそういうね、あのそうですか、子供たちの間で言われてるらしいですよ、はい、子供たちとか大人たちというかね、はい、さあ試合再開となります。キックオフもいいキックですね。もうギリギリのところまで伸びていきますからね。それも正確にこう落としますね、あそこへ、はい、ちゃんと狙った選手のところに行くんですね、はい、フェアキャッチをしておりますので、アサヒビールシルバースターは自陣25ヤードから攻撃を開始いたします。さて、さっきあのタッチダウンを取った時のドライブのようなこうテンポのいいオフェンスを見せてほしいですね。また見せてほしいですね、はい。さあ最後第4クォーターですからね、もう先ほどの第3クォーターのような展開でもう1本取っていただきたいところですが、ランニングバックに持たせました。これも抜けてファーストダウンを獲得しています。いいですね、朝日ビールシルバースターランニングバック29番ルーキーのジョナ・ホッジス選手。いいランでしたね。いいランでしたね。はい、今のようなフットボールはよく言われるんですけどね、はい、あの穴までのスピードじゃないと、穴を抜ける時のスピードが大切なんだと、あ、うん、今の走り方がまさにそうでしたよね。抜ける時に早かったです、はい。さあ、またそのジョナ選手にジョナ・ホッジ選手にボールを持たせましたが、ここはしっかりと見ておりましたパナソニックインパルスディフェンス陣。タックルしたのはバイスキャプテンの林選手だったでしょうか、45番の選手。ただいまのプレーで2ヤードから3ヤード近くロスを奪っております。もったいないですね。そうですね。さあセカンドダウンの攻撃に変わります。今度は短いパスですが決まっております。しかしゲインは1ヤードから2ヤードといったところでしょうか。それぐらいですね、はい。パスを受けましたのはワイドレシーバー81番井口選手でしたが、パナソニックの23番でしたでしょうかね、ディフェンスバックの選手がもうすぐタックルしまして、はい、その彼が今あちょっと痛めてしまいました。ちょっと脳震盪だと思うんですよ。あ、ちょっとクラッときたんでしょうね。あ、タックルした際ですね、はい。パスが決まってアサヒビールシルバースターは3ヤードから4ヤードほどゲインはしておりますが、ちょっとロスを先ほどしましたのでね、ファーストダウン獲得までは残り9ヤード。長い距離ですね。そうですね。ランニングバックには4番の濱田選手が入っています。10人が第一線に上がりましたね。あ、ちょっと下がりました。ああ、ブリッツに見せただけですね。あーっと早いですね。パナソニックインパレスディフェンスライン90番大野寛治選手のタックル。そうですね、あの今ほとんどあの言わなくなったんですけど、はい、あのインパルスのディフェンスの選手はセカンドエフォートっていうんですかね、はい、それが非常にいいですね。さあフォースダウンですのでパントの構えです。パントですね。さあこれをリターンはできませんでした。ここで攻守交代となります。いいカバーでしたね、はい、4、5人いましたからね、うん、あれパントがいいんですかね。あのパントはこう上に対空時間もね、対空時間って言いますよね、はい。そうするとこうカバーもバーッと集まりやすく。それはそうですね。それプラスあのインパルスの方がラッシュの方に重きを置いていますんで、はい、あまりあのカバーの選手を長くホールドしてないんですね。はいはいはい。ですからリリースしやすいんですね彼らもね。さあパナソニックインパルスの攻撃、クォーターバック変わりましたね。クォーターバックは18番の大原選手に変わっておりました。ボールを持ちましたのはランニングバック41番岩田選手。
今の あの岩田選手もそうなんですけども、はい、穴抜けるときにスピードすごい良かったです、うん、はい、抜けた時のスピードってことですね。そうですね。さあファーストダウンを取りましたので新たにファーストダウンの攻撃です。また同じクォーターバックとバックスの選手と、そしてこれはしっかりとアサヒビールシルバースターの選手、シルバースター49番ヘルメット、次のプレーは参加できません。今も再びランニングバック41番岩田選手がボールを持ったんですが、ここはシルバースターの選手もしっかり、そうですね、1人割り込んでましたね。そうですか、はい、さあセカンドダウンの攻撃です。クォーターバックは18番大原選手、また岩田選手持たせて中央へのラン伸びまして、ファーストダウン取ったようですね。いいですね、いいですね、はい、クォーターバックからボールをもらうまではゆっくり走るんですけど、もらって穴を抜けるときにパパッとこう加速しますね、はい、岩田選手100キロあるらしいですよ。そんなに見えないですね、上からだと ね背が180センチあったみたいですね。さあ今度は29番牧田圭介選手、ルーキーの選手ですね。ああよく頑張りましたね、はい、右サイドを駆け上がりまして、これは6ヤードほどゲインをしていますでしょうか。ちょっと選手がね、いろいろと入れ替わっているようですね。インパルスの方は今あの第4コート入って特にそうですね。まあ、点差も開いてますしね、はい、さあセカンドダウンの攻撃です。真ん中へのパスが決まってファーストダウン獲得、クォーターバック18番大原選手からワイドレシーバー81番井貝選手へのパスでした。ナイスキャッチでしたよ今。でその後またよく 2,3 ヤードあの距離稼ぎましたよね。さあファーストダウンを獲得しています。28ヤード付近から新たにファーストダウン点の攻撃です。さあ右サイドへのパス決まって2ヤードから3ヤードゲインをしてますでしょうか。パスキャッチをしましたのはワイドレシーバー81番井貝選手。パスのコントロールもいいみたいですね、大原選手ですね、はい、さあセカンドダウンの攻撃です。さあ今度はオプションプレーですかね。そうですね、はい、オプションですね、しかしここはアサヒビールシルバースターのディフェンスの集まりが早かったですね。良かったです今の、はい、やっぱり一人割り込んでましたんで良かったですね、うん、しっかり見ていたんですね。レフリータイムアウト、ね、ウォータータイムアウト、はい、今のオプションなんかは昔からでリードオプション、あるいはスピードオプション、あるいはライン・ザ・ダウンオプションとかって、こう、はい、スクリメージライン上にクォーターバックが走ってそこでディフェンスエンドをオプションにかけてピッチするとい う, まあ、いろんな呼び方がありましたね、はい、アイフォーメーションからやったりもいろんな体系からできるオプションですね。うーん、まあ、クォーターバックがその動きを見て決めるというやつですよね、はい、はい、トリプルオプションじゃなくてダブルオプションですね。うーん、2つに1つ、はい、もういろんなことを考えないといけないですね。後ろにも目をつけなきゃいけないし、そうですね、動きも前はいろんなところを見なきゃいけないし、はい、まあ、その分クォーターバックはいい格好できますからね。そうですね、注目されるまでね、はい、そうですね、地味に頑張ってるのはラインの選手なんですけどね。はい、そうです、そうです。さあウォーターブレイクが終わりましてサードダウンの攻撃です。さあここは
捕まっていいラッシュでしたね。いいラッシュでしたね。キュービーサックです。かなりちょっと下がってたのでこのキュービーサックでのロスはちょっと大きいですね。大きいですね。あのビッグプレーですね。はい、朝日ビルシルバースターのレフリータイムアウト、ランバーカー49番横尾選手がキュービーサックをしたようです。パナソニックの方のオフェンスラインもちょっとメンバーが変わってますね、はい、ちょっとパスプロテクションが甘くなりましたね。ちょっとね、サイズ的にもちょっとあれちょっと ちっちゃくなったかなって感じ、はい、最初のね選手が大きいだけで、はい、もちろん今出てる方たちも十分大きな選手なんですけどね。そうですけどね。さあそしてまたちょっとね痛めてしまった選手が出たようですので、はい、少し、レフリータイムアウトとなっておりますけれども、さあ試合の残り時間は5分37秒となってきました。相変わらずね主導権はパナソニックインパルスが取っているようですが、ここでちょっとね、朝日ビールシルバースターも今のねキュービーサックで少し、はいはい、気持ちを盛り上げたいところですね。そうですね、うん、プラス、まあ、次の試合がまたありますからね、はい、そのためにも。さあフォースダウンの攻撃でキッカーの佐伯選手が出てきました。フィールドゴールを狙う模様です。彼だったら入る距離なんですかね。そうですね、これは55ヤードのフィールドゴールトライとなるでしょうか、はい、余裕そうですが、あっとこれはちょっとそれましたか。これは不成功ですね。彼はいつも35ヤードライン上にボールを置いてこう練習をしてるのしてるんですけどね、はい、だから大丈夫かなと思ったんですけど、うん、ちょっと左にそれましたね、はい、さあフィールドゴールは不成功ということでここで攻守交代となります。ここでまた頑張ってほしいですね。そうですね、こう意地を見せてほしいですね、はい、攻撃が自陣37ヤード付近から始まりますので、朝日ビールシルバースターズファースターシルバースターファースタンテンです。あーっとここも早いですね。パナソニックインパルスラインバッカー31番北島選手、うわーこれでまたちょっと一人レフリータイムアウト、勝者のためのタイムアウト。先ほど山崎さんが言った脇腹にグッときた感じですかね、うん、どうなんですかね。はい、ちょっと多いですね。そうですね、やっぱりチーム作りとしてちょっと考えた方がいいですよね。ひょっとしたら筋トレが足らないのかもわからないですからね。筋力トレーニングするとやっぱり痛みはそれほど感じないですよ。当たったり何しても怪我も減りますしね。まあ、なかなかねお勤めしながら練習をしているわけですから ね、はい、ねなかなか時間も取るのが大変なのかもしれないですけれども、はい、うん、でもそう考えたら本当に X リーグの選手ってすごいですよね。そうですね、本当そうねえ、はい、もう世の中の人がこう衰えを感じるという中で、はい、こんな激しいスポーツをやってるんですから ね頼もしいです。さあ試合再開です。アサヒビールシルバースターセカンドダウンの攻撃、パスですね。パスですか、はい、さあパスですね、長いパス、はい、あこれはナイスカバーですね。パナソニックインパルスディフェンスバック32番小池選手、まあ、前半からちょっと長めのアウトへ投げるんですけど、はい、成功してないですね、まあ、ディフェンスがいいんだろうと思います。必ずついてますからね、はい、そうですね、今もうスッと前に入ってきましたもんね、はい、さあパスが不成功ですので攻撃はサードダウンに変わります。パスですね、はい、あっとこれはかわした。そして自らボールを持って走っていきますが、ここでタックル2ヤードぐらいはゲインをしておりますが、攻撃はここでフォースダウンに移ります。
でもよくかわしましたね今。そうですね、あのちょっと後ろに目がついたような感じそうですね、はい、一瞬目が開いたのかもしれないですね、はい、ただ今タックルした選手もよくあの手を伸ばして足をつかみましたね、はいはい、47番の選手でしたでしょうか。あ、そうでしたかね、17番ですかね、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、見えなかったんですけれども、はい、さあフォースダウンでパントを蹴ります。ちょっと短めのパントになってしまいましたが、ただもう先ほどもおっしゃられたように滞空時間も長くてね、綺麗なパントですよね、はい、パナソニックインパルスに攻撃権が移っています。自陣36ヤードからの攻撃、試合終了までは3分33秒。まあ、ベンチとしてはあの2ミニッツのつもりでちょっと練習してこいっていう指示があったかもわからないですね。さあ右サイドへのパス成功しておりまして、そのままラフターキャッチによりファーストダウンを獲得しています。クォーターバック18番大原選手からワイドレシーバー4番高木選手へのパスでした。綺麗ないいプレーでしたね、はい、あのブロッカーに入った選手も早かったですし、いい角度で入りましたね。だいぶ練習してるプレーだと思いますね。はい、さあここで一気に敵陣へと入ってきましたパナソニックインパルス。敵陣42ヤード付近から新たにファーストダウン10。今度は左サイドへのパス、クォーターバック18番大原選手からランニングバック39番荒木選手へのパスが成功しています。ゲインは6ヤード。受けてから良かったですね。セカンドダウン4の攻撃です。今度は持たせて中央へのランプレー、ランニングバック39番荒木選手、ゲインは2ヤード。レフリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウト。また1人出ましたですね。そうですね、今ね、あとヘルメットが脱げるとワンプレー以上出れないんですけど、はいはい、シルバースター92はヘルメットオフのため次のできます。次のプレーは参加できません。以前山崎さんと同世代ぐらい の元アメリカフットボーラーの方とお話したときに、昔はそんなにヘルメット簡単に脱げなかったんだけど、脱げなかったですよって言ってますけど、今やっぱり全然違うんでしょうね、性能とかね。そうですね、うん、いや本当脱げなかったし、脱げた選手見たことないですねでもそれもやっぱり安全面なんでしょうね、こうパッとすぐ脱げるような感じになってるんでしょうかね。そういうあれなんですかね、最近のヘルメットはこう間近に見たことないもんでですね、はい、もうね今すごいらしいですよ最近のヘルメットでしょうね、はい、昔はなんかペラペラだったという気がしますけども今ものすごい吸収剤みたいなのが入ってるらしいです ね、それでよくやってましたね本当ですよねさあサードダウンの攻撃です。パナソニックインパルス、パスダウン獲得までは残り2ヤード。さあ中央へのランプレー、これはファーストダウン取っていますね。ランニングバック39番荒木選手の中央プレーでした。もう時間を使いながら、そうですね、今みたいな距離を、はい、今のようなまあシンプルなプレーでダウン更新できるっていうのは楽ですよね。もう時間をなるべく使って使って、そしてまあ点が取れるんだったら点を取りましょうみたいな感じなわけですよね、はい、ですから彼の前のクォーターバックだったらこの辺で1本も多く狙ってきますけどあ、彼も狙うんですかね。あっとフラッグが出てますね。1本狙ってきたようですけれども、はい、オフェンスラインのコーチの性格か、あるいはもうセオリーになってるんでしょうね。パナソニック72番10ヤードバッタイファーストだ。ただ前のプレー中にパナソニックインパルスにホールディングの反則、相手選手をブロックする際に掴んでしまったという反則です。さあこれで10ヤードを抜退しまして、ファーストダウンをやり直します。
試合終了までは残り1分28秒ですもんね。もう一本取るつもりでしょうね、ということはちょっと投げてきますかね。はい、それかファーストダウンを狙うためのぐらいの距離なのか、奥を狙うのか、私だったらファーストダウンを狙う距離。そうですね、フェイクを入れて自分でも走ってきましたね、はい、そうですね。でもこれでファーストダウンは狙いやすいし、またあわよくばタッチダウンも狙いやすいような位置に来ました、はい、クォーターバック18番大原選手のランプレーでした。今日はもうランプレーもよく出てますから、今みたいにワンフェイク入れただけでも、あのシルバースター の、 あのラインバッカーが上がってきますんでね、もう釣られて、そうですね、そうするとやっぱり戻りが戻れなくなってしまうわけですね、はい、セカンドダウンの攻撃です。今度は長いパス、これをあっと、これはパスインコンプリート、パスは不成功です。今アセンビルシルバースターの28番の長嶋選手がいいタックルでしたね。はい、あのよくついていましたんでね、あのオフェンスの方は一瞬ボール掴んだんですけど、はい、その瞬間にタックルをされてボールをこぼした、はい、パスが不成功でしたのでボールが元の位置に戻されまして、サードダウンの攻撃に変わります。ここも同じですよね、ファーストダウン狙うのか、はい、それとも奥を狙うのか、うん、私は保守的ですからファーストダウン狙います、こういう感じですね。さあ、これですね、ファーストダウンを狙って、はい、ファーストダウン獲得です。クォーターバック18番大原選手からワイドレシーバー4番高木選手へのパスが成功し、とりあえずファーストダウンを獲得して次のプレーにつなげているわけですね。時間も残り32秒で止まっておりますから、オフェンスとしては十分ですね。また一人ですね。そうですね、まあ、ここまでね疲れも出ているんでしょうけれども、はい、残り32秒ということで、またここからパナソニックインパルスは4回の攻撃ができるということで、まあ、その4回中に狙ってくるでしょうね、はいはい、間違いないですね今もベンチに下がってきた QB に対してコーチがなんか指をちょっと奥の方を指してましたんで、はい、見えてしまいましたねもう狙ってみろということでしょうかね、はい、ルール上10秒減算のケースですが、パナソニックはそれを選びませんので、次はスナップより刑事開始です、はい、1分を切っている中での負傷者のためのタイムアウトだったので、10秒減算になるんですが、はい、もうパナソニックはそれを取らず自ら32秒残すということですね、はい、さあ、クォーターバック18番大原選手、指を指した方向に投げるんでしょうか左サイドへのパスで、おっとこれは珍しい、あのでもあの、はい、コーチは最初右の方を指さして次左を指さしてましたからね、もうその通り投げてたんですね右に投げると見せかけて左に投げる、まあ、そんな単純なものじゃないと思いますけどはい、ちょっとその投げたコースがレシーバーの選手が思ったとの違う方にちょっとずれてしまった感じだったんでしょうかね、はい、さあセカンドダウン点です。さあ今度は右サイドに投げますか、ちょっと長かった、これはパスインコンプリート、パスは不成功です。パスが不成功ですのでゲームクロックは止まっておりまして、試合終了まで残り21秒となっております。今みたいに頭越しに来るボールっていうのを受けにくいんですよね、そうなんですか、レシーバーにしたら、うん、さあサードダウンの攻撃、もちろんパスでしょうけれども、今度は右か左か真ん中か、はい、ミドルかですね、はい、さあ
タッチダウンですね。パス成功、タッチダウン。綺麗な、あのいわゆるポストパターンでしたね。そのまっすぐ走って中に走る、あのカット切るというね、絵に描いたような。タッチダウンパスを受けましたのはワイドレシーバー88番木戸貴人選手でした。もう綺麗にちゃんとコースをちゃんと合ってましたね。はい、そうですね。それまでにあの外へのパスを何回か投げられてますから、はい、うん、やはりついこう中が甘くなったんですよね。外に来るかなと思ってしまうんですね、はい、ディフェンスが。さあキックも決まって、さらに1点を追加。パナソニックインパルス7点を追加し、ここまでの得点を52点としています。取ってきましたね、パナソニックインパルス。本当パナソニックはいわゆるハイスコアリングオフェンスですね。得点力が高いですね。はい、クォーターバックが変わりましたけれども、しっかりとタッチダウンを取ってきました。良かったですね。はい、さあ試合終了までは残り16秒となりました。パナソニックインパルスはキッカー16番佐伯選手のキックオフです。ここは深く蹴り込んできて、アサイビールシルバースターフェアキャッチをして、攻撃権は自陣25ヤードから開始いたします。さあ残り16秒ですが、アサイビールシルバースター、まあそうですね、まあ、タイムアウトも一応3つ残ってはいるんですけれども、はい、16秒という秒数がちょっと時間が気になるところですけれども、なんかね最後また盛り上げていただきたいですね。そうですね、ちょっと真ん中ミドルのパスを通してほしいですね。今日はそのミドルのパスが見られませんからね、はい、シルバースターの方は。チームタイムアウト、アサヒビール、後半1回目。ここで取ってきましたね。もうこの16秒をどうするかということですか。スクリーンメージについてからタイムアウトですね。はい、でハードルは組んでないですね。うん、そうですね。はい、これは特に、あでもキュービーが戻っていきますよね、ベンチ、はい、でも特に何ということはなくというか、プレーの変更はないと思いますね。はい、うん、最後タイムアウトを使いましょうということなんですか。そうなんですよね。まあね、なんかあるかもしれない、はい、何か見せていただきたいなっていう気持ちを込めて、さあ残り16秒どう攻めてくるんでしょうか、アサヒビールシルバースター。ランプレーできまして、ファーストダウンを取りました。モーションしてきた、これはランニングバックの選手ですね、10番柳沢選手、はい、え、まあ、見えるようにポンとこうトスしましたけどね、はい、そのまま右サイドに行くと思わせて、はい、左に展開してファーストダウンを獲得。まあ、でも4秒になってしまいましたね。そうですね。さあ、まあ、残りこのプレーワンプレーぐらいでしょうね。さあ最後はパスインコンプリート、ここで試合終了となりました。ゲームイズオーバー、ゲームイズオーバー。 NFA 日本アメリカンフットボール協会主催 X リーグレギュラーシーズン第4節、パナソニックインパルス対アサヒビールシルバースターの試合は52対7でパナソニックインパルスが勝利いたしました。
さあ山崎さん、はい、でも前半の得点差からすると後半は、まあ、あのアサヒビールシルバースターの方もかなり耐えた試合にはなりましたね。そうですね、頑張ったようには思いますけどね、うん、ただあの前半にね35点入れられるっていうのは、はい、ちょっと彼らも予想外だったんじゃないですかね。まあ、後半はね、ちょっと目の覚めるような素晴らしいプレーもあったんですけれども、はい、いいありましたからね、はい、まあ、ちょっとなんか力の差があったのかなというところもありました。はい、まあ、今日はパナソニックインパルスの方勝因を挙げるとしたら、そうですね、オフェンス、まあ、ディフェンスはね、もともともいいもん持ってましたから、今日はもうオフェンスに注目して見てたんですけど、第一節から見てコンビネーションっていうんですかね、はい、がもう非常に良くなりましたね。ですからひょっとしたらこの前の試合で90何点 を取ったということが、はい、本当にいい方向に向いてるんでしょうね。ミスが少なくなりました。はい、それとサードコンバージョンでの成功がこう重なるようになりましたね。はい、さあそして敗れましたアサヒビールシルバースターなんですが、まあね、いろいろと考えさせるところはあるのかと思いますけれども、ちょっとこの 2,3 年そのシルバースターのゲームとは私も遠ざかってましたんでね、ちょっとこう何て言うんでしょう、切れ味がなくなってますね。具体性に欠けるこの答え方ですけど、はい、それともう負傷者があまりにも多いと。そうですね、ちょっと多かったですね。はい、ですから何かが足らないんでしょうね、やっぱり。さあ第4節を終わりましてということで、パナソニックインパルスはやはり全勝キープしたままということで、アサヒビールシルバースターは、1勝3敗となってしまいました。まあ、でもね、残り試合まだ第5節6節とありますから、はい、両チームまた頑張っていただいて、はい、いいレギュラーシーズンを終えていただきたいなと思いますね。本当にそう思いますね。さあ今日は本当にいろいろといろんなことを教えていただいてありがとうございました。またね、機会がありましたらご一緒できると楽しい、放送を本当私も期待しておりますので、はい、私も楽しみにしております。さあこの放送、実況私石井真由美、そして、解説の方は山崎博さんにしていただきました。この放送は日本社会人アメリカンフットボール協会の制作著作で放送いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。